皆さんこんにちは。やっほー、こんばんは。キアカです。私だ。今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよ。さて、今回はどんな妖怪を使っていくんですか？今回は装備枠が2つにもかかわらず、3の対戦ではほとんど見ない妖怪よ。何か引っかかりますね。その言い方だと前作では結構見た妖怪ですか？結構どころかほぼほぼパーティーに入っていた妖怪ね。ちなみに私は使っていませんでした。自分語りオスです。自分のチャンネルなんだしいいじゃん。てなわけで今回使う妖怪は、トホホギスよ。ああ、確かに今作では全く見ませんね。つつきがなくなったからねー。それぞれのトホホギスのランクは上げてあります。それぞれ神話の指輪を装備。片方には隠密痕、我慢痕を装備。必殺が縦一列なんですね。必殺が爆速で溜まるので、それに伴い横並びにしても問題ないようにしています。あとはバフ要因にバカズキン。テンプレ装備ですね。で、バニーミントでクリティカル率をアップ。これまた必殺が縦2列ですか。あとは壁に空耳ズクと空破り。どちらもブロッカーコンですね。今回使うアタッカーのトホホギスは、揚力が200超えで素早さも100を超えているというなかなかの高スペック。意外に期待しています。それでは対戦に。レッツゴー！ではでは SS ランクの方対戦よろしゅう。お願いします。トホホギスの火力やいかに。数値だけで言えばその辺の S ランクを余裕で上回ってるし、スキルで風属性の技の威力は上がってる。弱いわけがない。ではトリベアが来ないことを祈って。デュエル開始！決めて魔王と一瞬防衛？もしかしてこれマイナーに魂属ですかね。どちらにせよ決めて魔王のスキルでバカズキンがすぐに落ちちゃうわね。危な。これは、飛ばし込ん。とりあえずここでバカズキンは交代、また後で犠牲になってもらう。犠牲？おとり役のな。じゃあ、前回同様コミュニティで募集した質問へ答えていきますか。またイラクト唐突ですね。想像以上に来て驚いてます。てなわけで最初の質問。ユカパの魅力は何ですか？うざいとこ。魅力とは一体？動画映えしないから時間を消費されるだけの害悪パです。それってあなたの感想ですよね？ははさて、そろそろ動いてほしいんだけど。攻撃開始！突撃せよ！お、いいダメージ。あ、256、かなりの火力ですね。クリティカルなしで、普通にすごい。我慢痕がなければ倒せてましたね。まあ、ここは空に耐えてもらいましょう。何だ？衛星兵！犠牲になった。見事というべきか。暴れというべきか。嘘？でしょ。ダメージ的におそらくガード虫痕ですね。これまずくない？もう一体のぬらりシンガラッシュ痕だったら面倒ですね。ここで決めて魔王は倒せますが、さすがにぬらりシンワンさんは。え？停止よ！よかった！ナイスクリティカル。殺も溜まったし打ちに行くわよ。無体とも溜まってるのでかわされてもカバーできそうですね。お、ここで攻撃してこないのは大きい。はい、じゃあ必殺が打ち終わるまでに次の質問に答えていくわよ。イラクト唐突ですね。話すネタがメインだわ。ネタ。では質問。スナイプしたいので何時ぐらいに対戦してるか教えてほしい。大体夜ですね。19時から22時ぐらいですかね。たまに早朝もやってるかもしれません。次の質問。配信とかするんですか？未定です。多分しません。意味は？めんどくさい。そこはさ、もう少し隠そうぜ。放送時刻はいいんでやりません。60点。何が？はい、打ち終わりましたと、なかなかいいダメージですね。やっぱり装備枠には強い。実は真ん中のトホホギスだけ最初神話の指輪2つ装備させてたんだけど、後半に必殺撃たれて逆転負けするから我慢痕にしたのよね。やっぱり低耐久なのが弱点ですか。逆に言えば、それ以外弱点という弱点ないんじゃないかしら。200超えの揚力、そこまで遅くない素早さ、早く溜まる必殺。スキルで自分の火力もアップできるし、まあもちろん、ランクを格上げさせて装備ありでの評価だけど、十分に。強い。まあ私は不格好派なんだけど、もうめちゃくちゃだ。ただ、前述の通り怨念、トリベアには勝てません。ぶっちゃけ妖怪ウォッチ3って単純な火力では勝てないこと多いですしね。ユカパは消えてください。だから支援。てなわけで今回はこの辺で、は、500ダメ？トホホギス、まだまだ可能性はありそうですね。では今回はここまで。それではご視聴。ありがとうございました。